まあ、よくあの、市場ひろしさんとさ、まあ、書くやつで、原稿がね、昨日、おととい、先ほどといて、一応仕上げようと思って、で、やってたんだけど、まあ、2日くらいでね、仕上がったのね。まあ、その間にさ、いろんなさ、予定がずれてきてて、まあ、本当はね、昨日、なんだっけ、大人のあり方のさ、番組収録をする予定でいて、それで、ちょっとね、今度レンタカーのね事業をやろうってことで、で試しにさ1台じゃ車仕入れようなんつって、でそれがさ晴れちゃったからね、雨だから中止になったり晴れちゃったからさ、そう来ちゃったわけ、来ちゃったからさ、なんか試乗したいよねで試乗したいけど、まあ原稿とにかく先に優先して買おうなんつって、で原稿とりあえずね仕上げているうちに、今度や黒川君からさ別の急ぎのね、そのなんか、まあここであれなんだけどさ、書類が回ってきて、それチェックしが入って、これチェックするの今からみたいな、でしょうがないそれチェックして、でね、まあそれもちょっと重要な書類だから、まあとりあえず作り上げてさ、で最終的にはまあ昨日のね午前中に仕上がって、ほっとして、じゃあちょっとね誘われてたさ、なんだっけ、東京ビッグサイトでやってるさ、なんだっけ、車のイベントなんだよ。でそれをじゃあチケットね用意しとくからさなんて言われたんで、で午前中終えてさ、で行ってきたわけで、まあそんでまあこの今のさ、そのなんていうかな、若い人ってほとんどさ車とか興味ないじゃん。で来てるやつ大体40から上の人かなが来てるわけ。 ところが来てるんだけど、そのこの人たちってさまた熱狂的な人で、でそこでまたなんだっけ、販売に来てる人たちがガレージハウスとかさ、まあ、いわゆるその車をの要するに話だけじゃなくて車を収納する家とか、あと車を要するに、いじるパーツとか、ね、あとは車を磨くなんか材料とか、まあ、そんなことをさずっとやってるわけでね、この文化ってさ今の若い人たちがついてこないとするとね、要するに将来的になくなっちゃうのかなって感じがするんだけども、ただまあ、僕の感覚としては、まあ、今 その40ちょっと過ぎくらいの人、まあ、僕たちより、まあ、10か12、3くらい、ね、一回りくらい下の人たち その熱狂的な、その、なんとかな、マーケットがあるから、これはね、これから少しずつ伸びていくかなと。で、実際にさ、そこで売ってた雑誌、10冊くらい買って、で昨日ちょっとね、一通りメイトしたんだけど、やっぱりさ、住宅に対するさ、その物事の考え方っていうのが変わりつつあるよね。要するに僕たちの時代ってさ、要するにまず狭いさマンションをやっと買ってさ、それでそれからね、要するにうまくいった人は買い替えたりね、一戸建てに引っ越したりするけれども、今はさ要するにちょっと我慢すればすごい広い敷地のさすごいいい家住めちゃうよね。で今あと低金利でさ昨日おとといかな金賞契約やったの 0.775 だね。そうすると 1% 満たないさ住宅ローンが組めちゃうわけ。そうすると10万円で3500万くらいのローンなんだよね。そうすると昔はさ僕なんかがね、一番最初に買ったマンション1000万で買った時に 5.4% ね、だいたい1000万の返済が、5、6万ですよ。でそれに、管理費修繕付け代金足すと、まあ、7万円くらいがかかってくるじゃん。そうさ、生活のレベルが同じローンで1000万というものと今はだいたいその倍くらいのものが同じ、その要するに、低金利でさ買えちゃうだろ。そうすると、逆に言うとストックはね倍になるってことですよ。要するに昔は1000万しか買えなかったのが今度2000万の物件買えるわけだよな、同じその支払いで。そうするとこの2000万の物件なんだけど、今度は昔のさその3000万くらいの物件が今2000万くらいで買えちゃうわけ。そうすると住宅を持ってる人とか住宅を買おうという人たち のストックがさ倍以上ってことだよな。要するに価格は安くなって、ローンはもう安くなって、で買えるものの幅が広くなってきたわけじゃん。そうすると今ね、まあ、その雑誌によるとだよ、要するに家はもう普通に通勤するコンパクトな、まあ、合理的な住宅でいいんだけども、郊外にさ物件持ってるわけみんな。でその郊外に持ってるのは要するに首都圏では将来生活のためにね働きながらそこのローンを払っていって、で、さらにさその本当はその家を買い替えるんじゃなくて
か買い替えればいいんだけども、まあ、僕たちの時代だったら買い替えるんだけど、買い替えないで別の物件買ってるんですよ。でどういうことかっていうと、要するに定年退職したり早期退職した時に今作ってきたストックを、ね、要するに利用する、つまりこの物件を売却したお金でこちら側で要するにもあの買っていたそのリゾート的な、ね、物件のローンの返済を終えてしまう。そうするとその老後ってものがさ、そこで、借金なくて生活できるわけだよな。で自分たちが求めているそのライフスタイルというものはそこで実現できてるわけだから、そこの人たちはさ、要するに、将来の夢としてね、その、セカンドハウス買ってるわけで、今度なんかテレビでやるんだみたいだけども、なんだっけ、田舎暮らしの失敗例みたいなのがさ今どんどん出てきてるよな。で田舎暮らしで失敗する例って何かっていうと、いきなりさ、要するにあの定年退職した時に田舎に暮らしてなんかその夢みたいなことをしようとする人たちってみんな失敗してるわけ。なんでかっていうと、事前にさあの準備ができてない人たちだよな。だから逆に言うと、家を売却してしまって田舎に引っ越したらいいけども、その生活習慣にその耐えられなかったり、あとはあの例えば雪国に行っちゃったら要するに雪かきが耐えられなかったり、あとはね、あの農業をやろうと思って農業行ったんだけど、農業の厳しさ、ね、これに耐えられなくてやめあの要するに失敗しちゃったりっていう人たちがいっぱいいるわけじゃん。でね、でもね、これ俺ね、日本のその住宅事情っていうのもなんとなくね変革の時期に来てるなと思っているのは、何かっていうと、今のそのさっき言ったね、僕より一回りくらいの人たち、ね、一回り下の人たちっていうのはまだね、その環境的にさ、まあ、いろんな意味でね、あの仕事が十分できて、で所得もそこそこあって、で、あとは住宅を、ね、早めに買ってストックが用意できてる人たちなんだ。ところが今の若い人たちは住宅興味ないから賃貸でいいやって始まっちゃうじゃん。そうすると、あの賃貸でいいやってそのまま住んでるとずっと賃貸なんですよ、ね、それで、物をね、要するに、買わないとストックにが増えないっていう事実を知らない人たちだよな。だから消費なのか投資なのかって別の話で、で僕なんかは要するに住宅を買うっていうのはその、ね、物を買って投資してるわけで、ローンの返済をしながらあの返済をね減らすことによってストックができるわけだろ。ところが消費の人たちは家賃は消費だよな、ずっと消費し続けてるわけで、定年退職になった時にとか年を取った時にとか、要するにあの生活がね、要するに、の変化があった時にね、要するにじゃあ賃貸住宅そのまま借りれますかって言ったら借りれないわけ。例えば親にストックがあればいいですよ、その親が持ってる家に引っ越しをするとか、ね、親が亡くなったらそこに移り住むとかいう計画のある人だったらいいんだけど、それがないにもかかわらず賃貸住宅にずっと過ごしてるわけだよな。そうすると家賃例えば10万15万ね、東京都内で働きながら暮らしてるのは稼いでる時はいいんだよな。稼ぎ止まったらどうなっちゃうの、これもう生活できないってことだよ。そうするとじゃあその時点からね、要するに、低所得者住宅住めますか、それは無理でしょう、ね、所得あったんだから、ね、無理ですよね。年金が入ってくる、あ年金入ってくるんだったらそこは無理ですよね、なるわけじゃん。そうすると今度は、ね、要するにそれから急激にさ、あの自分の収入とかあの手持ち資金で生活をしようとするから無理が出てきちゃうわけで、これね、俺残念なことにこれ不幸の始まりだなと思ってるわけ。なんでかっていうと、今の若い人たちって投資しないよな、投資っていうかあの生活スタイルの中に消費ばっかりなんだよ。でそれも無駄な消費ばっかりね、あのなんだかテレビゲームみたいなのが、要するにゲームやる、これ課金されるね、でその課金されるためにゲームをやっていて通信設備もコストかかる、ね、そうするとなんだかんだ2万3万ってお金がかかってくるよな。そうそれが要するに今度は本来であればね、我々の時代はちょっとおいしいもの食べ行こうぜとか車買おうぜとか、ね、要するに家買おうぜってなったのは、もうこの中の世界で全部消費が完結しちゃうわけだから、この人たち気がつかないうちにどん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 消費させられちゃってるってこと。要するに世の中の要するに、なんとかな、作られた世界の中に落とし込まれてる人たち。だからリアルの現場がわからない。だからリアルの車もね楽しみわからないし、リアルな要するに、食事をして楽しむってこともしないし、要するにリアルな家を買ってあの生活を維持するってことも考えないわけ。いやこれね、俺ちょっとね。
あの将来的にちょっと不安だなと思うのが一つと、まあ、ただね逆に言うとあの僕たちのね今のマーケットサイズの中で、まあ、今度、ね、相続の仕事始まるわね、ちょうど今一番いいタイミングじゃん、ね、でその一番いいタイミングにやっぱり他のところの人たちもどんどん参入してきてるわけで、そこでやっぱりね僕たちが一番ねあの当初からのスタイルの中で一番そのマーケットサイズが高いこのねあの相続についてのリアルな世界のねマーケットを僕たちが要するにこれから少しずつ、ね、伸ばしていってあげようと思ってるわけ、まあ、今回このねあの出版によって今度は相当の数があの、相続の、ね、関係で発生すると思うんですよ、ね、でなんでかって言ったら実力あるところってそんなないからね、今テレビ出て喋ってる人たちとか、ね、テレビ出て解説したりし知らない人じゃん、ね、僕の知らない人がやってるってこと自体が俺は おかしいなと思ってるわけ、ね、なんでかって言うとあのほとんど今のね不動産業界の人たちのトップの人はみんな僕を知ってるわけじゃん、ね、で向こうも僕のこと知ってますよ、だけどそこからできた後からの人たちもいっぱいいるんだよな、でもこの人たちも一生懸命頑張っていいと思うんですよ、ただ僕たちはやっぱりさあのねこの業界の中でまあある意味ではさあの老舗と呼ばれてるね重鎮なんだから、まあ、そこはやっぱりきちっとした形でちゃんとした実績をね残していくための準備が必要だなと思うわけ、まあ、ぜひねただ今回漫画家はね今採用探しててで、まあ、2人ぐらい候補がいるんだけどちょっとスケジュール的に難しいようなこと言ってるんで、まあ、そうするとまあ秋口くらいかな、だからその秋口くらいまでの出版の前までの段階で全部うちの中身を要するに少し整備するってこと、これ大事だなと思うね、これからまたいろんな人が来るからさ、まあ、ぜひそういうのでね次のステップまた狙っていきたいと思うんで協力してもらいたいと思いますね、お願いします、以上。